ヴィンチェンツ・グレラは、オーストラリア・ビクトリア州、ダンデノン出身の元サッカー選手。元オーストラリア代表。ポジションはミッドフィールダー。オーストラリアの NSL で、プロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせると、1998年からは、両親の母国であるイタリアに、活動の場を移した。そこでの最初のクラブとなった、エンポリで、同年11月に、 セリエ A デビューを飾ると、セリエ B のテルナーナへの期限付き遺跡を経て、2004年からはパルマ、2007年からはトリノでプレーをした。2008年8月には10年過ごしたイタリアを離れ、イングランドプレミアリーグのブラックバーンに4年契約で加入。しかし、怪我の影響もあり、出場機会を確保できず、2011から12シーズン終了後に契約が終了した。 その後、代表でのかつての同僚であるジョン・アロイージが率いるオーストラリアのメルボルンハートに彼自身に誘われる形で2012年10月から1年契約で加入した。ここでも引き続く怪我の影響により A リーグデビューは年明けの2013年1月26日のウェスタンシドニー戦まで持ち越された。そしてこの試合の2日後、 ふくらはぎの怪我により33歳での現役引退を発表した。2000年に母国で開催されるシドニーオリンピックの U-23 オーストラリア代表に選出された。しかしチームはグループリーグ参戦前敗での大会敗退となった。オーストラリア A 代表としては2003年2月12日のアウェーでのイングランド戦でデビューをした。 2006年のワールドカップドイツ大会において、オーストラリアは32年ぶりの出場ながら、初のベスト16進出という結果を残したが、自身も全4試合に先発出場しチームの躍進を中盤から支えた。2010年のワールドカップ、南アフリカ大会においてもメンバーに選出されたが、出場は1試合に止まり、チームもグループリーグ敗退となった。ありがとうございます。